さんだね。ようこそ自由都市ザルタへ。その名の通り、自由に思うがまま楽しんでいきなよ。3分で立ち去る？それとも死ぬまでここで暮らす？何をどうするか、全部君たちの自由だよ。勝手気ままな町ザルタ。しかしたった一つだけ掟がある。それは己の財産を所有するべからず。服、食べ物、家、とにかく何にも持たないこと。なかなか興味深い考え方か。ここにあるのはみんなのもの。身一つで飛び込めば得られるものも無限大。服はお下がり、家は日替わり。剣が折れりゃ店から借りて、船が壊れりゃみんなで直す。一応船はあるみたいだね。ギッドに連れてってもらえないか聞いてみよう。ザルタ、すごく変わった習慣のある町みたいだ。船のことを聞くにはとりあえず桟橋に行ってみよう。うまみつ！よし、よし。もらうよ。よし。あら、あんた魂の守り人やない？ギットが滅んだからもうザルタには寄らんもんやと。あなたこそドラゴン族の人ですよね。ドラゴン族はロングレンから出られないって聞いたけど。そうやろ、うちのことも珍しいやろ。巫女にでもならんと外には行けへん起きてやしな。でもうちどうしてもマナの女神様に会うてみたくて、行商人を脅し手伝ってもろてロングレンを逃げ出したんや。え、今脅したって言った？手伝ってもろたんや。でもな、いざマナの木行こうとしても大きな壁あるし、あそこ守ってる獣人たちに追い払われるしで散々でな。村に帰るのも大変やしで、流れてザルタや。でもここはええとこやで。うちが着てる服も評判ええしな。あんたもザルタに住むのどうや？その服かっこいいから着てみたいわ。僕は船を貸してもらいたいんだ。土の村ギッドに行かなきゃならなくて。船はザルタの人にしか貸せないっていう決まりがあったりするのかな。別に誰でも船使ってええで。ただなあ、あんたも巡り合わせが悪いわ。少し前からな、あの海に変なことが起きてるんよ。変なこと？あの海見た感じは普通やろ。でも船で渡ろうとするとな、目の前に巨大な波の壁が出て行く手を塞いでしまうんよ。あれのせいで誰も海を渡れてないんや。そんな。まあある日いきなりああなったんや。いずれそのうち収まるやろ。そのうちなんて待っていられないよ。困ったな。ひとまずみんなにこのことを相談してみよう。僕だけじゃどうしていいかわからないし、みんなに相談しよう。みんなはどこにいるかな。ワクワクワク。おお、バルも一緒に踊ろう。
カリナは踊りがうまいんだな。行商の旅で見かけたどの踊り子よりも華麗だよ。モートリアがそこまで褒めてくれはるなんて意外やな。もっと踊って見せちゃおうかな。モートリアさんもカリナさんもあんなに笑ってるところは初めて見ました。僕もそうかも。サルタに寄らなければ見られなかったかもしれませんね。息抜きになっているみたいで私も嬉しいです。そういえばお任せしてしまってごめんなさい。ギットへ向かう船は見つかりましたか？それが船はあったんだけどさ、波の壁が現れるから海は渡れないらしいんだ。巫女の一行よ、マナの木は土の大陸ユトゥーナにあらず、何故に海を渡ろうとする？あなたは？持たざる民にも名前はある。我が名はグリフ。グリフさん、我々は土の村へ行かなければならないのです。海を渡る方法はありませんか？何者をも阻む波の壁、我らに打てる手立てはない。おとなしくマナの木へ向かえという女神の意向ではないか？そのマナの木へ行くためにノームの力が必要なんです。だからギッドに向かわないと。ほう、とうとう大絶壁をも越えられぬ事態となったか。それならばもはや巫女など不要ということかもしれぬな。そんなはずはありませんわ。巫女が向かわなければ各地に災いが訪れてしまいます。共に滅びを迎えるのも道なのではないかな。巫女の命を代償に流れる世は是とすべきか疑問が残る。でもこれまでの巫女がついてきたから今があるんだ。それが間違いだなんて僕は思いません。巫女はあらゆる集落で偉大なる役目だと崇められている。しかしここは自由都市、どんな考えを持つも自由なり。魂の森人よ、汝はどう思う？魂の森人として巫女をどう考える？魂の森人として汝の役目とは何だ？僕の役目は巫女を守ることです。でも巫女をどう思うかなんて、巫女ってどういう存在なんだろう。巫女を捧げないと成り立たない世界なんて、オーリンも似たようなことを言っていた。でも僕はそもそもこの世界のことを何も知らないんじゃないか。僕はもっと世界を知りたい。バルミナ、大丈夫？風に当たりに行こうか。ありがとう、そういたします。それならば岬へ行ってみるがよい。あそこは人も少なく見晴らしも良いからな。話の最中でしたのに。ううん、気にしないで。それよりパルミナが心配だよ。岬までそんなに距離はないからゆっくり行こう。ありがとうございます、バルさん。もらうよ。クマミツ、聞こえませんか？あそこだ。呼んでいる。おい、パルミナ。
どうしたんだよ。しっかりしろ。私、一体。ごめんなさい。立ちくらみでしょうか。立ちくらみどころじゃないよ。危うく落ちるところだったんだから。声が聞こえたんです。悲しそうな女性の声が。僕には何も聞こえなかった。でも波の壁は見えたよ。きっとあれのせいで船が使えないんだ。私は波の壁は覚えていなくて。戻ってカリナさんやモートリアさんと話してみましょう。私には聞こえて、バルさんには聞こえなかった声。それにあの時の感覚は一体。パルミナ、話の整理は二人に話す時にして、今は戻ろう。グリフさんから聞いたぞ。パルミナはまだ調子が悪そうだな。ご心配をおかけしました。岬の方で不思議なものを見かけてしまいまして。まあんま無理したらあかんで。宿でも借りてぐっすり休もう。波の壁とやらについても調べなくてはならないな。パルミナが休んでいる間に町で情報を集めてみるか。このメロディー、さっきの。昔々の王子様、海の向こうの姫様と神殿で踊り恋をした。ああ、素敵な語り出しやん。続きは？恋をして二人はどうなるん？ああ、何でしょう。ふと頭によみがえった一節なのです。この続きは分かりません。それやと神殿で踊っただけやん。岬で聞いた歌と同じようなのです。バルさん、これって波の壁が出た時のだよね。ひょっとして壁が出ることと関係があるのかもしれない。そういえばサルタの近くにも神殿があったな。タト神殿ですわね。ここから西へ向かった海岸沿いにありますわ。ねえみんな、タト神殿に行ってみようよ。何か分かることがあるかもしれない。そうだな。行動こそが未来を開く。明朝支度を整えて出発しよう。魂の森人よ、タト神殿は呪われているという噂だ。加えて魔物どもが救う危険な場所だ。困難な道だからって閉じこもるわけにはいかないんです。僕たちには果たすべきお役目があるから。今はまだあなたの問いにしっかりした答えは出せないけど、前を向いて進むってあの時に決めたんだ。ここの掟は己の財産を所有するべからず、全てが共有のものであり、何時らに託しても惜しむものなし。これは火の力を宿した精霊機サラマンダーキャンドル。かつて英雄が女神から授かったとされた代物である。遠く離れたティアナ村に祀られていたものが巡り巡ってここツァルタまで流れ着いた。何時らに欠けた火をこれで補うがよい。ありがとうございます。呪いに負けずこの困難を乗り越えてみせます。健闘を祈っている。
タト神殿はサルタの西にあるんやったね。話を聞く限り神殿は危険な場所のようです。十分に支度を整えてから向かいましょう。ここは交易の盛んな町なんだ。武器や防具もいい品が揃っているだろう。グリフから聞いたよ。君たちが我々のサラマンダーキャンドルを譲り受けたんだね。ごめんなさい、みんなのものなのに。我らキャンドルにこだわりなしさ。明かりは日替わり、一つもなければ星を見りゃいいのさ。でも使い方がわからないと困るでしょ。グリフはその辺いい加減だからな。ザルタじゃ知識もみんなのものなのさ。それじゃあ呪われしタト神殿の探検頑張っておいで。またおいで。いい人たちだったね。親切にしてくれたし、サラマンダーキャンドルも譲ってくれたしな。パルミナ、体調は大丈夫か？無理はしないでくれよ。ええ、もう大丈夫ですわ。タト神殿へ向かいましょう。呪われたと言っても具体的なことは何も聞けません。昔はこの辺りにも人が住んでたのかな。住んでたんとちゃう？こんだけ建物あった跡があるし。どんな生活をしてたんだろう。カリナがあれほど踊りがうまいとは驚いたよ。うちもモトリアにあんなに褒められるとは思わんかったわ。私ももう少し見ていたかったです。残念ですわ。またいつでも踊ってる。その時はみんなで踊ろう。バル、パルミナを見ていてくれて感謝する。崖から落ちそうになったと聞いた時はゾクリとした。あの時のパルミナ、いつもと全然様子が違ったんだ。遺跡で何があるかわからないし、僕たちで見ていてあげよう。タト神殿、あれかな。遠くからでも存在感があるね。えらい古そうやな。あれ入り口やない？あそこから入れるといいな。行ってみよう。ありなんか不気味なところやな。魔物ならええけど幽霊やったら嫌やな。うん、海とは無縁そうな場所だな。でもきっとここに波の壁の手がかりがあるよ。通路の奥に何か見えますね。動いてはいないみたいですが気をつけましょう。薄暗いな。奥に何かある。カメだ。なぜこんな石像が魔物でもかたどっているのだろうか。わかった、これが王子や。ということはこちらの彫像の女性が姫君でしょうか。確かにこのカメと姫は会いたそうにしているように見えなくもないが。ん？泣いてはる？今涙が見えたよな。石像が泣くのか？私には涙は見えませんでしたわ。石像に感情があるということでしょうか。パルミナが言ってたあの話どんなんやったっけ。昔々の王子様、海の向こうの姫様と神殿で踊り恋をした。ああ、ほら泣いた。確かに目に光るものが見えた。今度は私にも分かりましたわ。まるでパルミナの話に反応して泣いたようだった。うちもそう思うわ。もっと泣かせたりできへんかな。ちょっと面白がってない？だって石像が泣くんやで。そんなん聞いたことあらへんもん。
パルミナ、どこへ行くんだ。何かが聞こえたような気がして。ひょっとして美咲と同じようなことが。みんな行ってみよう。泣く亀の石像に恋の物語か。ここはカリナとパルミナに任せてみよう。よし。力を貸してくれ。いや、クマムツゲット。クマムツ。昔々のお姫様、王子と踊って恋したけれど、禁じられていた恋でした。禁じられた恋？なんで二人はどうなるんや。聞こえたのはこの一節だけですわ。二人がどうなったかは分かりません。これだけでお話が終わるわけがないよね。似たような石碑がないか探してみよう。ええ、他の部屋にも行ってみましょう。禁じられた恋なんてあんまりやで。二人はどうなるんや。物語がどうなっていくのか私も気になります。他の部屋にも行ってみましょう。はっ、どこからでもかかってこい。そこはほっ、はっ、はっ、この石碑を見ると聞こえてきますわ。昔々の王子様、一緒に踊った姫様の、その手を離してなるものか。あかんで、手を離したら、あて、ここで終わり？そういえば、先ほどの亀の像は手を伸ばそうとしていましたね。パルミナの話と同じだね。他の部屋も調べてみよう。次の部屋を探したいけど、モートレア大丈夫？疲れてる？いや、問題はない。少しその圧倒されているだけだ。はい、もらうよ。また別の一節が。昔々のお姫様、
離れる王子の手を見つめ、涙は海に変わりゆく。お別れしてるやん。手を離さへんって言うたやん。ずいぶんと入れ込むな。僕もちょっと悲しくなってきちゃった。それにしても、涙は海に変わりゆくか。お姫様の涙か。この話、波の壁に関係がありそうだね。なんで手離したん？話の間に何があったんや。それを知るためにも最後の小部屋へ行ってみましょう。恋の歌なのですね。昔々の王子様、たった一人で波音を聞いて、また踊れる日を待っていた。王子様もお姫様も可愛いぞ。石像より先にカリナが泣いちゃったね。あの亀にも聞かせたろ、呼吸間違いなしや。そうかもな。さあ広間へ戻ろう。広間で何か変化があればいいな。髪が号泣するに決まっとるやん。これで全部調べ終えたね。王子様とお姫様、悲しい結末やったけど、せめて二人の幸せを願いながら話してみてほしいな。昔々の王子様、海の向こうの姫様と神殿で踊り恋をした。昔々のお姫様、王子と踊って恋したけれど禁じられていた恋でした。昔々の王子様、一緒に踊った姫様のその手を離してなるものか。昔々のお姫様、離れる王子の手を見つめ、涙は海に変わりゆく。昔々の王子様、たった一人で波音を聞いて、また踊れる日を待っていた。いつかまた二人で踊れる日が来ますように。あっ、王子様というのはこんなにも苛立っているものなのか。なんかイメージとちゃうな。彼は伝説の聖獣ブースカブー。ブースカブーだかプンスカプンだか知らないけど、僕たちを敵だと思ってるみたいだ。
メです。怒りで我を忘れてしまっています。援護するからね。はっ、そこ、くらっ、いい感じ。そこ、これだ。どうだ、してるよ。ブースカブー、落ち着いてください。あかん、全然聞こえてへん。それより、私が湧いてくこの魔物の足なん。先にこいつらを倒してブースカブーを落ち着かせよう。ここだ、どうだ、誤解だと分かってくれたようですね。ついてこいって言ってるみたい。行きましょう。海岸へ向かっているようだ。追いかけよう。私たちに何を伝えたがっているのでしょう。行けば分かる話や。早く追いかけるで。作戦を考えましょう。お願い、行きたいところがあるの。
に捕まれ、振り落とされるぞ。スカブーがもう一匹。二人はようやく出会えたのですね。昔話には幸せな結末がつきものだ。王子様とお姫様はこうしてずっと一緒に暮らしました。めでたしめでたしってな。みんな、陸が見えてきた。土の大陸ユートゥーナだ。ありがとう。ん？この笛くれるの？ここが土の大陸。他の大陸同様、多くの人々が暮らしていたと聞くが。見る影もないってこのことやね。港も荒れ果ててるな。土の大精霊ノームが弱っているせいだ。土の村ギットへ急ごう。早くノームを探さないと。ブースカブー、よかったね、お姫様に会えて。今や並んで海に帰ってく姿に打ち泣きそうになったわ。僕たちもギットに行ってノームを探そう。そういえばラムコはブースカブーと知り合いやったん？やから真っ先に気づいたんやね。助けられてよかったな。ひどい荒れようだな。もっと美しかったと聞いたのに。ええ、まるで砂漠が泣いているようです。本当に村は滅んでから4年しか経っていないのか。お互いどうなるな。こんなに埋もれてもうて。村はこの先かな。急ごう。精霊の力が僕たちの生活にどれだけ大切か実感するね。せやな、言わなってもうたらこないなことになる。うちらはちゃんとお役目を果たさなあかんね。ハイヤー。イエス。ここがギット。すっかり廃村ですわね。この様子だと残っている人は期待できないだろうな。一体どうしてこんなことに。土の巫女が選ばれなかったからという話は伝え聞いていますわ。なんかここ嫌な感じやわ。幽霊でも出そうな雰囲気やね。人はいなくてもノームはいるかもしれない。諦めずに探してみよう。
村の人かノームを探してみよう。なんじゃねえ、村にいるかな。よし、誰かいるな。生存者か。幽霊じゃあらへんよね。ワッツ、はあ、びっくりしたな。行商人か、それともお宝目当ての盗っ人か。いやいや、よく見たらミコの一行だべ。どうして滅んだギットに来てんだ。僕たち土の大精霊ノームに会いに来たんだ。ほうほう、ノーム様に。何やら事情がありそうだべ。おっと、自己紹介がまだだっけ。オラの名前はワッツ、はぐれ者のガイア族だべ。はぐれ者。ギットに他の村人はいらっしゃらないのですか。そうだ、ライザネーは死んでないって。オーリンが。ライザネーはギットにいますか。そんなら東の高台に行ってみるといいべ。ノームを探すついでだ。高台へ行ってみよう。東の高台、村を迂回していけばいいのか。よし、向かおう。どれどれ。おお、もらうよ。ワクワクワク、役立てさせてもらうよ。よし、石になってる。ライサネ、なんでこんなことに。これのどこが無事なんだよ。僕、魂の守り人になったんだよ。ヒナも火の巫女に選ばれて、みんなと旅をして、いろいろあったけど、ライザネーの言葉を支えにここまで来たのに、どうしてライザネーが。土は腐り、命あるものは石となる。それがギットに起きた災いだべ。4年前、土の巫女に選ばれたライザは、森人が迎えに来る前に村から逃げ出そうとしたそうだ。逃げ出そうとした。ああ、旦那のオーリンと二人で。そのせいで村人の多くはゴーレムになり、ライザは石になり。嘘だ、ライザネーが逃げるなんて。だってライザネーは魂の守り人だったんだ。誰よりも巫女のお役目を分かっている。お役目だったりしきたりだったり、この世界には守らなければならないことが多いべ。ガイア族も古いしきたりを大事にする一族だべさ。逆に言えば前例がないものを避けたがるもんだ。だからよその村から来たライザとオーリンの仲をなかなか認められない時期があった。ライザね、あの時もオーリンは村を出ようとしたべ。でもライザがそれを止めたらしい。オーリンは村の祭りで使う土器を作る職人だった。ライザは祭りが好きだから、それを捨てないで欲しかった。そういえば
フェアリーを呼ぶティアナのお祭りもライザ姉は誰より楽しんでたな。だから二人はライザが村に認められるようにいろいろと頑張ったみたいだべ。ライザはギットの誰よりも土に詳しくなった。一目置かれる存在になって二人の結婚が認められた。そしてライザ姉が土の巫女に選ばれた。そうだべ。ギットに暮らす誰よりも土を愛してくれたんだ。巫女に選ばれたライザを皆も誇らしく思ったべ。結局二人は村よりお互いを選んだってことだ。それまでの努力を投げ出すなんてよっぽどのことだべさ。オーリンとライザ姉にそんなことが。わざわざノーム様に会いにギッドに来たってことはおめえらにも大事な事情があるんだろう。この村に戻ってしばらく経つけどノーム様は見てないべ。ここにいないならガムランダ鉱山にいるかもしれねえだ。ガムランダ鉱山？ギットから砂漠を北西に行ったところにある鉱山だべ。あそこは魔物が出るようになってオラも長らく行ってね。オラは自警団見習いを3日で逃げ出すくらい戦いが苦手だべ。手伝えねえ代わりにこいつを譲ってやろう。精霊機ノームスコップだ。人がいなくなったギッドに唯一残されていたものだべ。こいつがノーム様とおめえらの縁をつないでくれるといいな。ありがとうございます。必ずノームを見つけてみせます。ノーム様が見つかればひょっとしたらライザも戻るかもしれねえからな。ライザね、くそ、会えたって。あれじゃ何も。ノームを探しに行こう。こんなところで立ち止まれない。もらうよ。砂漠を北西とワッチさんがおっしゃっていましたね。かつてはにぎわいを見せていた鉱山と聞くが、今はどうなってるかわからないし気をつけていこう。ノームスコップか。これで普通に土掘ってたんかな。考えられなくはないな。鉱山で使われていたかもしれない。もしそうだとしたらすごい丈夫なスコップだね。おめえせよ。村から鉱山をなぞるように広く発展していたのでしょうね。人々にとって鉱山がどれだけ大切だったかが伺えるな。それが今どのような姿になってしまっているのか想像するだけで切なさに胸が痛みます。そういえばワッツさん、村で何してたの？なんやろな、あないな雰囲気の村、よう一人でおる。彼にはどこか、かつての私を。うち、
ライザさんには幸せになってほしい。奇跡が起こってくれない。こんなの悲しすぎるで。カリナ、ノームに会えたら